はい、アンダバンです。ノーマルランドの続き遊んでいきます。よろしくお願いいたします。今回はですね、一旦まずはこの11月のところでちょっと見ていきたいんですけれども、ここ、前回、この後、作っていきますっていう話したんですけれども、ちょっと完成したので、お披露目というところですね。はい。あと、この手前側の、この畑も無事作り終えましたので、ここですね。まあ、かなり大きな畑ができたんじゃないかなというところですね。はい。あとこっち、ここの道については、その崖の上の道については、まあ、このフェンスの石の、まあ、壁作って、まあ、崖から落ちないようにっていうところと、その隙間に、まあ、この、何でしたっけ、カバー抜きだったような気がするんですけど、そうですね、カバー抜きを、まあ、小さいものだったり、大きめのサイズだったりとかっていう感じで、こんな感じで作りましたね。このフェンスによって間違えて落ちるっていうことはなくなりましたね。ではですね、これからこの上側の道を走ってみます。まあ夜走ることはないので、ライトとかはまあいいかなっていう状態ですね。なんかこの壁あるだけでもかなりこの雰囲気変わる感じがあっていいですよねと私は思ってしまったんですけど、うん、なんかいい感じかなと思っちゃいますね。これこんな感じですね。まあ、基本的に崖に落ちないようになんて、まあ、ここで終了にしてるんですけど、うん。こういう感じで今回作りましたというところですね。はい。あとですね、この製材所の生産力っていうところを、見てみたんですけれども、すいません。ちょっとこの後取りになってしまって、4月まで、進んで、また次3月に戻ってしまうっていう形になってしまうんですけど、この製材所のところのところをお伝えしようと思ってます。で、この製材所のところ、この臨時で建てましたっていうところ、その木材の、消化スピードが遅いというところで建てたんですけれども、この、これまでに建てていた製材所っていうところと、この新しく建てた製材所のところの、その生産力っていうところを見てみたんですけれども、もう完全に全く同じかなと思っていたんですけれども、生産スピードっていうところが倍でした。ですので、同じ量の木材を投入した場合、すでに建ててある、こちらの製材所では、例えばですね、2時間で生産完了っていう形になった場合、こちらの新しく建てた製材所については1時間で生産完了となります。あとはですね、その生産した板については同じ量でした。ですので、新しく建てたこの製材所の方が、まあ、木材を減らしてくれるっていうところがすごいいいので、まあ、こちらをメインに今後製材所を回していくっていう形になるかもしれないですね。ですね、やはりこちらをもしかしたらもう取り壊してっていう形になるかもしれないですね。はい。というところです。はい、すいません。3月に戻るっていう形にはなるんですけれども、散布機のモッドを導入したのでご覧ください。はい。では、3月まで進めました。で、ですね、ここにですね、天才の種まきをして、ローリングまで終わらせたというところですね。で、ちょっと考えたんですけれども、こことここの畑については、この豚さんの餌、これで、あれですね、そのキャノーラの種まきをするっていうのを忘れていたので、まあ、この4月にですね、トウモロコシの種まきを2つの畑にして、ちょっとストック、ちょっと早めにストックしようかなというところですね。
あとですね、生産物を売却したことによって120万ユーロまで戻ってきたというところになります。で、この後やりたいことなんですけれども、スラリーとか、あとはバイオガスプラントで、消化液ですね、それがまあいい感じに溜まってきてるっていうところがあるので、これまでその肥料撒きってこのノーマンズランドの方は固形肥料を使っていたんですけれども、そろそろスラリー散布もやっていきたいなというところですね。で、一番初めから入っているこのクラースの、これまだ使ったことないんですよね。もう1年ぐらい、もうファミシュメーター22に発売されて1年ぐらい経ってるんですけど、まだちょっと使ってなかったんで使ってみたいなというところですね。まあ、ただし高いんですよね。これのやれることは、まあ基本的に消化液かスラリーを使って散布していくっていうための機器ですよね。まあ後ろ側に接続部分があるので、まあすき込みとか、種まきとかっていうのをまあ実際のところできるので、まあそれに使うっていうのも、まあ462馬力もあるので、まあ、そういうためにも使えるっちゃ使えるんですけどね。まあ、これ全然使わずに終わるっていうのもなんかあれだなっていうところがあるんで、じゃあこれ買いましょう。はい、ちょっと思った以上に大きいですよね、これね。で、これを、これは、ちょっと小さめっていうことか。で、こちらが大きめと。あ、これは、あれなんですね。完全に後ろに背負い込む形になっていて、こっちは連結するっていう感じか。ただし、これで、14000リッターの差が出てくるのか。うんうんうん。ただし、あれっすね。値段もすごい跳ね上がりますね、これね。散布機が必要です。だからこれを最後後ろにくっつけないといけないですよね。じゃあもう、これと、これは？これは前にくっつけて、あれですかね。タンカーから、液体を取るためのものですかね。ああワンセット買うだけで60万かかるんですね。じゃあこれをつなげて、ただしこれ作業幅が6メーターですごい短いんですね。なるほど。これくっつけて、散布機を二重にする。ああ、そういうことか。これ対比散布とかでもありますよね。アタッチメントを展開する。ああ、これで別のタンカーから受け取るっていうことか。よし、じゃあとりあえずまずは畑の方行き、まあ畑じゃないか、一旦バイオガスプラントのところまで行って消化液取りましょうか。で、消化液受け取るのがここですかね。あ、やはりそうか、ここでいいんですね。よっしゃ、これで消化液散布していきましょうか。
うん、もう使ってみてですけど、やはり60万は高いですね。60万ユーロは高い。これは他のスラリー散布機でやっぱそうですね、横幅結構24メーターとか36メーターとかっていうのがあるんで、そっちを使った方が、うん、良さそうですねでこれあれですね、このあのヘルパーさん使った時なんですけど、この消火液については、自動で使ってくれる、そのバイオガスプラントに溜まった消火液を使ってくれるっていうのができないんですよね。ただしスラリーの方は、この、牛舎から、スラリー取ってやってねっていう依頼の方法ができるので、まあ、自分で操作して散布するときについてはあれですね、消火液優先で使っていくっていうやり方で、まあ、ちょっと忙しいなっていうときはそのスラリーを使ってもらいながら、散布してもらうっていう、そのヘルパーさんにやってもらうっていうのがいいんじゃないかなと思いますね。操作がちょっと難しいな。トラクターかなり長いんですけど、ちょっと作業幅が短いせいで、どういい感じにこう曲がれば良いのかっていうのが、ちょっと慣れるまでに時間かかりそうですね、これね。なんかこのモッドに、この、あれですよね、この散布する、この後ろの機器のモッドが、追加モッドみたいなのがあれば、この6メートル以上のものがあればすごい助かるような気がするんですけどね。なんかないのかな。うん、ちょっとあれですね、とりあえず畑一周消火液散布したものの、やはり6メーターの作業幅だとちょっとかなり時間がかかってしまうので、他のこういった散布機が取り付けできるかちょっと確認していきましょうか。もう上から行こうかな。まあ、関連機器ではないんですけど、取り付けられるか。幅的に大丈夫なのかな。まあ同じでしょうね、幅は。やっぱちょっと狭いか。あ、入らない、まさかのなんとか、はい。え？あ、タイヤが引っかかってるのか。なんと。あ、もうこれでいけない。いけないか。ということは、あれしか、ほんとダメなんですかね。これは？これはちょっと高いかもしれないぞ。ちょっと購入してしまったんで、すごいなんか大損食らいそうな。ちょリースしておけばよかったですね。これ言ってくれないかな。なんかこの幅もちょっと広いですからね。ダメか？お、なんかすり抜けた。すり抜けて、お、お、これいけるっていうことですかね。30メートル幅だと。お、
これだと全然使えますよね。おお。ちょっと木が邪魔ですね。じゃあこれで散布できるかちょっと確認しましょう。これだともう全然もう即戦力で使えますよね、この作業幅だと。でやはりまあこのずらり散布、消化液散布用ではなくて、やはりこの後ろにその破手機とかローラーとか取り付けて、まあ、作業をするっていうこともできるので、まあ、それ用にも全然普通のこのトラクターとして使うっていう用途もあるので、まあ、他のこの散布以外の作業の時でもちょっと使っていきたいですね。いやメインでその JCB のトラクターだけしか使えてないので、まあ、たまに他のトラクターも使ってはいるんですけど、まあ、本当サブ機用で使ってるんで、うん、これでいいのかな、これいけるか。おお、いけてますね。これだと全然使えますね。あ、よかったよかった。まあ、関連機器ではないっていうところがあるので、ちょっとまあ作業やってる時に 何かしら問題が起きるかもしれないですけど、けれども一番作業幅の広いあの 36m でしたっけ、あれだとタイヤとかがぶつかってしまって接続できないというところがありますので、うん、いやこれだといけそうですね、ずっと。であとはこの作業をやってて、まあ消化液が空になるので、まあ、その受け取り用のタンカーも欲しいなと思うんですよね。まずは0リッターになるまでちょっと散布しましょうか。はい、これで0リッターになったので、これでこうしとけばいいんですよね。でスラリータンク、欲しいのがこれとかかな、まあ、これになるのか、やはり、まあ、これか、あとは、まあ、イアレングラートの方でも使ってるこれでもいいんですよね。まあ、これ6万5千リッターとかなり入る味はなるので、どうしよっかな。まあ、これ、エアレングラートの方で使ってるんで、こっちを使いましょうかね。すごい散在しちゃってますけど。では、タンカーで消化液持ってきたんで、ここに。あ。ちょっと距離感つかめてなかったですね。これで受け取るんですよね。あ、だからなんかあれがあったんだ。これがあるのか。こういうことか。こうして、あ？ん？あれ？ここじゃないのか？あれ？え？これ何のためにあるの？これ。え？あれ？すごいハテナになってますけど、でもこのプレイステーションだから。なんかこのこっから受け取ることができないのか、そもそもこのタンカーの中に入れるためにこれを使って
っていうことなんですかね。ん？ちょっとよくわからないな。ここら辺で反応するっぽいですね。このクラースの、あの、そのリアルの実機のなんか動画があったんで見たんですけど、やはりこれでこうやって、あの、先ほどの、あの、口ですね。あの、黒いこの、ここから吸い上げるみたいな、形で吸い上げてたんで、やっぱり、これ、それが正しいんですけど、まあ、きちんと反応ができてないっていうことでしょうね、そうなると。まあ、けれども、まあ、なくなったら受け取るっていうことができるんで、まあいいでしょう。まあよしとしましょう。そしてはこれで、まあ、あの、散布をしますというところなんですが、先ほど言った、ここのヘルパーさんの自動補給っていうのが、あれですね、まあ、消化液の方はないので、まあ、このままヘルパーさんにお願いしたらこのタンクの中に入っている消化液を使っていくっていう形になるんですけど、まあ、今ちょっとヘルパーさんに切り替えたんですけど、あ、で、これ開けたまま作業するんだ、まあ、気が付いたらこのフロントのアタッチメントを開けてますね。やっぱりこれだと、まあ、あの、タンクの中に入っている消化液を使っていくって形なので、この右下の、ところが減っていってるって形なんですが、ここのスラリーをおそらく、ここでやると、まあ、実際消化液は今このタンクの中に入ってるんですけど、ヘルパーさんはこのスラリーの方を使ってるんで、これの、そうですね、この今右下のスラリーって書いてるところが減っていってるので、ヘルパーさんはこのタンクの中に入ってる消化液は使わずにスラリーの方を使ってくれてるっていう形ですね。ですので、自分で作業するときはこの消化液の方を紹介していく。で、ちょっと時間がないなっていうときは、このヘルパーさんの自動補給を設定してあげてやっていく。今回はこれで、まずはこの使ってみたかったっていうところもあるんですけど、ちょっとそれ以上にこの作業幅が、あれですね、6メーターっていうところで非常に効率が悪かったんですけど、ちょっともう一度見るんですけど、モッドじゃないところの、一番右にあるこの SBH436 は、低すぎてタイヤが引っかかって、取り付けできなかったと。で、その、左にあるこのマルチオン XL ですかね。これだとこのタンクに、取り付けてきましたので、これからはあれですね、この、まあ、すごい、まあ、先ほどお見せした通り、スラリーが44万とすごい溜まってる状況ですし、あとは消化液の方もバイオガスプラント100キロの方も35万、バイオガスプラントこの500キロワットの方は今68万ってすごい溜まりすぎちゃってるので、まあ、固形肥料もそろそろ買わなくても良いかなと、まあ、こっちも25万溜まってますからね。だからもう100万以上スラリーと消化液で溜まってるっていう状況なので、はい、これから使っていきたいと思います。今あれですね、あの、先ほど買ったスラリー散布機のこれか、ちょっともったいないですけど売却、ここでいいんだよな、これ売却して、これも売却して、はい、では今回はですね、この散布機をちょっと変えていきますというところを、進めました。はい。
ではですね、またこの次回までに、畑、こちらの2つの畑ですね、については、トウモロコシの種まきまで終わらせてスタートしていきたいと思います。はい。では今回はここで終わりにしたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。